ここにこの人がいる。1対1、2人目。さあ追っていくのがソセホ、これも外す。4人目も外す。どうか、ハンドオフ。ここからまたゾンビのように一度倒れてまた立ち上がってハンドオフ。取り切った、止まらない。早くもハットトリック、3本目のトライが生まれます。個人で戻したボール、さあここにいました、サウマキ、もう止まらない、状態がぐらつかない、はい、今日なんと6トライ目、この破壊力ある大東文化をまさに体感している福岡工大、うん、今池松の姿を映しました画面。池松は終始ラグビーシーズンです。小山、うわー、いきなりサウマキ、ここで持っていきます。ディフェンス揃っているところ、ここも外す、もう無人の方行く、しかし追っているのが池松、アンクルタップも効きません。まさに別格はこの人の話か。そうですね、5つ目のトライ、もうマークトゥーマークで警戒した方がいいと思いますけどね。どんなムーブをしてきても絶対この人だけにくっついていくという、はいはいはい、正面からタックルする、すごいですね、ここからですか、これファーストレシーバーですもんね、で今まっすぐ誰も行ってないですよね、この人に対して95メートル走った、最後池松が追っていったんですが、どうするか、サウマキ、やっぱりサウマキだ、これも外した、これがサウマキだ。さあでは天国で待つお父さんに向けて電話してもらいましょう。すごい、人はいるのに今ハンドオフの音ここまで聞こえましたね。弾いた音が。お父さん、前半トライ認められませんでしたよね。そうですね、でもすごいすごいですね、これはね、もうこれもう目の前にディフェンスいましたけどね、もう日本代表には欠かせないラファエル、待っていった、来ました、久々のトライ、チーフス戦以来取ってきた、ホセア・サウマキです。いや村上さん、今度はあの手もあるかっていうところでした。長いパス、田村、長いパス、トライ取れそうだ、今日2本目、低く滑り込んでいった、取ってきました、サングルムズ、勝ちが見えた、12,386人の観客から大きな拍手、立ち上がっての拍手も見えます。田中冷静、この人か、この人か、ハッティング、また田中、右左変幻自在なパス、ファンビック、サイドもあるか、大外に少し離れたところ、田村待ってます、手前側フォワードか、田中どう判断した、ハッティング、エメリーもいる、大外、三つ目、一回いった、取ってきた、まさにハットトリック。お待たせしました、サングルムズ、ようやく